はい、こんにちは。チリの井上です。それじゃあ今日も頑張っていきましょう。じゃあ、向こう行きます。はい、じゃあ今日はね、第9回目ということで、観光業という話をしていきます。まあ観光業の丸一ということで、丸二が10回目っていう感じになるんですけどね。まあ今回もね、このデータの読みっていうところをしっかりとしていきましょう。それじゃあ、早速ながら問題見ていきますね。はい。2020年の令和2年の筑波大の問題ですけどね、理系の問題と。 で、まあ、ここの内容は基本的に300字で構成ということですけど、まあ、あえて書いてませんけどね。300字だと。で、内容を見ていきますね。表の1と、訪日外国人旅行者数、訪日なんで日本に訪れると。まあ、この旅行者数について、その総計及び、まあ、2007年。まあ、その総計ってのはここですよね。総計及び2017年の 上位6つの国。まあ、ここのデータで見てますよと。その推移を示している。この表を参照しながら、法日外国人旅行者数の増加に見られる特徴と、それをもたらす理由について、すべて用いて答えなさいという問題です。で、そして指定語句が外国語表記。あとは格安、航空会社。そして所得階層。 そして、入国管理。この4つのキーワードを使いながらということですね。そして、まあ、ごには下線を伏せということで、まあ、今回も模範解答、下線を引いちゃうとちょっと見にくくなるんで、今回はこうやって色を変えて、また表現していくという形をとりますね。で、内容を見てあげますと、まずポイントは、これが欲しいんですよね。法日外国旅行者数の増加に見られる特徴。 なんで増加するんですかというところ。まあ、この特徴。で、そしてその理由ですよね。もたらせる理由と。まあ、なんで増えるんですかと。まあ、いうことですね。増加に見られる特徴。まあ、ここの表からどういう特徴があって、そしてなんで増えるんですかですよね。はい。さあ、どうでございましょうか。この2点をポイントにしながら、あとはこの指定語句を使いながら文章構成ということになります。それじゃあ、この表、詳しく見ていきましょう。 はい。まず一つ目が、訪日外国人旅行者数の増加に見られる特徴。これを述べたいんですよね。はじめはこのポイントを絞って話をしていきましょう。そうなってきますと、まあ欲しいのは、ここのところとここのところ。2003年と2017年で、まあどんな感じに数字が動くかというのをまず確認したいんです。 で、僕はこうやって全部計算してしまったんだけれども、あなたたちは実際的にね、ざっくりした計算でいいから、まあ、ちょっと外数を出してしまうっていう感じでしょうね。増加に見られる特徴なんで、まあ、どんな感じに増加してますかなんて話が欲しいわけです。で、ここで5.5。ですかね。この数字からこの数字比較してね、だいたい5.5倍ほど増えてると。 そして中国においては、ここの数字と、ここの数字を比較すると、16.4倍ほど増えてると。まあかなり増えてますよね。そして韓国においてはと、まあ同じことの繰り返しですけどね。ビビビビ,ビッと。あビ,ビ,ビビビビッと。まあたい4.9、まあ5%弱って感じなんですよね。そして台湾。台湾に比較すると、まあここでね。 5.9。そして、香港。香港においてはどうかなぁと。大、う、体、ん、まあ9倍ぐらい増えてるんですかね。5.6と。ね。アメリカに関して。大体いい2倍ぐらい増えてると。これはいいや。はい。2倍ぐらい増えてるなと。 そしてタイに至ってはと。かなり増えましたね。10倍は増えましたね。余裕のよっちゃうんですよ。こんだけ増えました。ね。こんな感じに増えてますよっていうことなんです。で、僕がなぜこの四角で囲んだかっていうのはわかるかいここがこの増加に見られる特徴を炙り出すポイントなんだ。で、これなんでこの総計というのを出しているかとなってくると、まず一番上に持ってきてるんだよね。 大抵は総計っていうのは下に持ってくるのが普通なんだけど、わざわざ上に持ってきてるってことは、こいつを指標にしろってことなんだよね。指標にせよということなのです。だからここをまず指標、基準としてって意味合いなんだけどね。この5.5っちゅうのを基準として、まあそこからまあ傾向を見出しなさいと。まあ大抵この統計データなんかでのね、 基本形は、まずは平均値よりも上か下かというところが基本になるんでな。で、ここではまあ5.5っていうのが基準となって、これでもはるかに多い中国。そして台湾。まあ台湾微妙だけどね。で、香港。そしてタイということになるわけですよ。で、今回絶対に述べておかなければいけないのは、もうこの中国とタイについては触れていなきゃまずいだろうなっていうわけです。で、あとはこの 本台湾であるとか香港。これもまあおまけとして述べればいいということ。絶対にこの数字が桁違いにポーンと増えているようなものに関しては、論述においては絶対触れないと、傾向を読んだことにならんのでね、ここの部分でまず、どういう増え方をしているのかという傾向をまず読んであげる。で、このグループをよくよく眺めてあげると、どうかというと、まあアジア諸国ですよね。 この場合はアジア。台湾とか香港が入ってるので、アジア、地域。中黒、黒。中黒はアンドですからね。アンドと同じ。まあ、こんな感じにまず、傾向的にはアジア、地域、国。まあ、もしくは諸国にしておきましょうかね。諸国で増えてるぞと。 諸国での増加が無茶顕著という感じに、まずはこの傾向をしっかりつかんであげること。じゃあ、そして、ここに見られる特徴なんだけど、なんでこのアジア地域諸国が旅行が増えていくのかと。まあ、今度はここになるわけだよね。はい。旅行ですよ。まあ、まだあなたたちはね、旅行って考えても、 ああ、いいな、行きたいな、という程度なんでしょうけどもね。まあ、これからね、大学に入って、まあ、もしくは社会人になって、そうなってきたときに、旅行に行きたいな、と思ったときにはもう現実味を帯びてくると思うんですよ。例えばどういうことかというと、まず旅行に行くためには、お金がないとダメですよね。あとは、休暇がないとダメですよ。 だんだん働き出すとね、休暇っていうのが取りにくいようになってくるわけですよ。はい。休暇。休暇がね、うん、でも休暇があってもお金がないとかね。まあいろいろあるわけです。そのバランスっていうのが大変なんですよね。はい、休暇。まあここのバランス感覚かなかなというわけです。要するにこのお金とか休暇が得やすくなる。取りやすくなってくるっていうことなんです。 まずはお金の面から考えた場合にあ、絶対に触れとかなきゃいけないのは、こういうところかな。国とか地域の全体の傾向なんで、経済成長。これは入れときたいですよね。どんどんと経済が成長していくということで、この中で何ができるかとなってくれば、まずは所得の向上と。 こういうものを過剰書きにパパパパッと入れていくんですで。そしてその中でそれぞれをチョイスして一つの文章に組み立てていくという形になりますんでね。まあ、ちょっとしたこのフローチャート的な感じになるとは思いますけど、まあ、しっかりこの表の横っちょのところにペラペラペラッと書きながらね、やっていくと非常にうまくいくのかなと思いますよ。で、経済成長でしょまあ、これがまあボスキャラですよ。 で、その後は所属向上。あとは、こういうのもあるかな。生活水準って言い方もありますか。うん、生活水準の工事を。だんだん水準が上がってくるね。はい、ある程度生活にゆとりが出てくれば、 あ、じゃあちょっとね、旅行でも行こうかな。お金が貯まったから旅行でも行こうかなって気持ちになりますもんね。こういう部分が、まず一つ目のお金関係の話なのかなと。そしてその後は余暇ですよね。余暇の部分は、まあ、休暇の部分をどうしてあげるかというところですけど、休暇となってくれば、経済成長に伴って、 まあ、あとは、こういうことですかね。労働時間。短縮と。まあ、こういうものが一つあるかな。いわゆる、その、過労働ってことがなくなっていくわけですよ。ある程度経済水準が上がっていくと、労働時間、ある程度決められたね、8時間労働とか、労働基準というものが整備されていくって話なんですよ。で、いきなりここの労働時間短縮っていうのを書くのは大変なんで、まあ、労働、 条件。まあ、労働を、そうだね。基準であるとか。労働条件。これの整備が進んでいく。どうでしょうか。まあ、こんなものが入ってくればいいのかなと。はい。そして、休暇が取りやすくなりましたよと。ね。 そして、あとはこの生活水準のところから持ってきて、こんな感じにね。あとはこの余暇の時間も増えましたよ、とか、うん。こんな感じでしょうかね。うん、さあ、どうでしょう。このあたりを考えながら、話を持っていくことができればいいですよね。うん、で、ここでまあ、こんな感じにばばっと話をしたんですが、やはりちょっと気になってしまうのは、このあたりどうしましょうか、っていうところはありますよね。 まあ、ここの部分はワンクッション的な感じはありますよね。まあ、特にこの2010年から2017年にかけて、やっぱり数字が爆発的に増えてますね。2003年から2010年のこの7年間においては、だいたい7年飛びで見てますけどね。この7年間においては、まあ、大した増え方はしていない。ここではね。まあ、中国においてはまあ、増えてはいるんですけど、やっぱりこっからここと、10年から、ここがすごく飛び抜けて数字が、やっぱり増えていくと。 いう傾向がありますよね。うん、ですので、やっぱりこの2010年以降ぐらいから、まあ何かがあったんだろうなっていう感覚はあってもいいのかなと思いますね。これもうみんなそうですよね。要するに、ここ2010年から2017年まで、どの国、地域も一律に増えてると。ここだけパーンと2003年から2017年を見てあげると、あポーンとこうやって大きく増えているところを今チョイスしましたけど、 でも2017年から、ああ2010年から17年間のこの間においては、みんな一律は増えてるんですよね。はい、なので、このあたりは全体的な話も必要なのかなと。要するに日本組だというわけですよ。まあ、こうやってアジア地域みたいな形に、この新興国なんかが所得の向上に伴って、 そして社会基準、まあ労働基準なんかがどんどん整備されることによって、それでぐわっと増えていくパターン。で、それ以外にもこの全体として何かがあるんだなという感じですよね。全体的に増加していると。理由です。いわゆるこの新興国の経済成長以外のものとして、 何かしらの影響で増加してるんだぞ、なんていう話なんですよ。ですので、この部分をどう振り分けていってあげるかというのが、まあ、ちょっとぺろっと戻りますけどね。ここの使いどころかなと。今さっき話した内容の所属階層。多分これは頭に高いをつけてあげたですね。 高所得階層が増えましたよとかね。まあそういう内容で持ってこれればいいと。で、あとはこの入国管理であるとか、格安航空会社。この外国、外国語表記というものをうまい具合に使って、この全体的に増えた理由をうまいこと述べてあげれば、行くんじゃないかなっていうのが方向性ですよね。なんとなく見えてきましたかはじめに、 こういうところでちゃんと傾向をつかんであげ、まず大きくデータで動くところ、それがこの地域の特に顕著な部分。そして、あとは、まあいいよね、2003年と2017年で、ここでの増え方で、まあ特徴を明らかに示してみた。で、その後、2010年、17年のところでも、やはり数字が全体的に増えていると。そこで全体的に増加した理由と、 まあ何かしら外部的な努力もあったのかななんていうところですよね。こっちは向こうの新興国の努力というかね、経済成長。そして全体的に何かしらの動きがあったんだ。というふうな形で持ってくる内容なんです。よろしいでしょうか。はい。さあ、それじゃあね、今日はここまでとまずはいたしましょう。ちゃんとこのね、フローチャートのように書く。特にこれは表の整理が特に重要です。 こういうものがしっかり組み立てることができるようになってくると、よろしいでしょうかね。まあ、こういうようなパターンが出てくるとなってくると、まあ、国立大学の中では、一橋大学。あとは、名古屋大学。まあ、もちろんちょっとこれの軽いものとして、京都大学。まあ、あとは、東大という感じに、国立大学にだいぶ、いろいろ関係してくるものでもあるんでね。表の整理をしっかりできるようにしておきましょう。はい。さあ、それじゃあね、今日はここまでといたします。じゃあ、終わります。 はい。お疲れ様でした。授業どうでしたかわかりやすかったですかまあ、しっかりと復習して、自分のものにどんどんしてってくださいね。この考え方を自分のものにしていくってことが、一番、この地理の学習には大事なものですからね。はい。それじゃあ、一緒に頑張っていきましょう。